アストラット・ジルベルト、1940年3月29日イは、ブラジル出身の、ボサノバ・ジャズ、ポピュラー音楽の歌手。アストラットは、ブラジル・バイア州で、アストラット・エヴァンジェリーナ・ワイナートとして、ブラジル人の母とドイツ人の父親の間に生まれ、リオデジャネイロで育った。1959年に、ジョアン・ジルベルトと結婚した。彼らは1963年に、 アメリカ合衆国に移住し、同年3月、アルバム、ゲッツ、ジルベルトのレコーディングを、ジョアン・ジルベルト、スタン・ゲッツ、アントニオ・カルロス・ジョビンと共に行った。その時まで彼女は、プロの歌手として歌ったことはなかったが、彼女の歌声に、プロデューサーのクリード・テイラーが目をつけ、彼女が英語で歌う、イッパネマの娘が作られ、これがアメリカを中心にヒットした。しかし、 ジョアンとアストラットは1960年代の半ばに離婚することとなった。イッパネマの娘の大成功により彼女は一躍スター歌手となりその後間もなくソロデビューした。彼女はブラジルのボサノバとアメリカのジャズスタンダードの架け橋的な役割を果たす。1970年代には彼女自身が作曲した曲もレコーディングを行った。彼女は ボサノバの代表的な歌手という海外における一定の評価もある反面英語で歌ったためにブラジル国内ではあまり実績を残していないそのため同国内における評価はあまり高くないサンバ歌手で有名なベッチカルバーリョなどもその点を指摘したコメントを残している動物虐待や動物実験には批判的な姿勢を持っており自らも反対運動に参画している ジャズニュース、ゲッツ、ジルベルトターンズ50ゲッツジルベルト2021年8月3日、閲覧。ありがとうございます。